栄昇院は山梨県山梨市にある総当州の寺院。開始後職、武田信政を回帰とする。JR 山梨市駅より約3キロメートル西方の甲府盆地を眼下に眺める標高約480メートルの山の中原に立地する。寺木によれば栄昇院の前身は新言州寺院であったが栄昇元年、開始後武田信政が 一毛文英を解散に迎え、総統州寺院の流石山英将院として、改装した。一毛文英は、中山広志原院を解散した、雲州高志流の皇帝で、同院の二世である。かい、武田家滅亡後も法等は、連綿として続き、江戸中期には、総統州上皇王地に昇格し、十数棟のランを要する寺院となったが、1909年の火災により、 宗門、首郎、教蔵の三刀以外ほとんどの建造物を消失した。しかし、仏像、過去帳、古文書など時報は、消失を免れ現在に伝わっている。当院には、会期武田信正の遺拝が暗記され、境内には、信正の墓所がある。また、宝京院刀、五輪刀の二期の石塔が所蔵されており、宝京院刀の基礎部分や五輪刀の辞輪には、 信ぶの法名と没年月日が記名されている。中世海の国では、五輪島、法教院島を対とする風習が存在し、守護から国衆、在地土豪まで幅広い階層で事例が確認されているが、本当は二世住職義阜院随丹、菊院六英章八年の信の七回帰、英章十四年の十三回帰にそれぞれ石頭増流を示す記述があることから、 本当に否定されるものとも考えられている。大和石仏室町時代には、沈葬と呼ばれる、全週僧侶の肖像画が多数制作されているが、本画像は1514年頃描かれた、英章院解散前時、一芸、文英の肖像で、弟子の英章院、第二世異、菊院により描かれた。介護章の一つと言われる。1376年、藤原昌英により鋳造され、 当初、明野村大林寺に収められ、1402年に甲府の東光寺へ、そして1504年に道院へ移された。その後、武田勝頼が先人に用いるため演習へ渡ったが、現何年間、栄昇院へ戻ったと伝わる。栄昇院の所在する八つ地区には、八つの一つかという伝承が残されている。その昔、夜になって栄昇院の裏山を、 山徳から眺めると、火の玉が一つついたり消えたりしているのが見えることがあり、村の人々が調べたが、火の玉の原因はわからなかった。同じ頃、栄章院には、殿海前方院という僧侶がいた。法院は、裏山の見回りを仕事の一つとしており、ちょを片手に、鈴の音を鳴らしながら出かけていき、見回りをする法院の姿が見えなくなっても、 鈴の音で法院の位置を知らせてくれていた。ところがある日、いつものように山の見回りに出かけた、法院が寺に戻らず、村人が何日もかけて山全体を探したが、法院の姿はどこにも見当たらなかった。村人は嘆き悲しみ、法院の姿を木造にし本堂に安置して、供養をした。不思議なことに、その後、雨の日になると、必ず木造の杖に泥がついており、 不思議に思った村人は泥を拭き取ったが、雨の日のたびに新しい泥がついており、村の人々は、法院様は、今でも山の見回りをしていてくれるのに違いないと、語り合うようになった。栄昇院の裏山にはその後も、一つ火がついたり消えたりするのが見え、八つの人々は、法院が裏山を見回り村を守ってくれている合図と、信じるようになった。法院の供養等は、 栄松院の墓地に建てられている。山梨県山梨市や坪線88番地。ありがとうございます。